カーテンの向こうは短編小説。都市伝説などを検証するサイト、スノープスによると1934年にアーラン、シーガーによって書かれた小説であるという。日本では立石義雄による道徳の資料が知られる。ある国の病室で重病人の二人の男がベッドに横たわっていた。窓際の男は窓の外を見ることができない、もう片方の男に、 窓の外の風景を話すことで時間を潰していた。窓際の男が語る公園の風景、美しい花など外の世界の様子にもう一人の男は心が癒されていた。その一方で外の風景を独占する窓際の男への憎しみも増していった。内心窓際の男の死すら願うようになってしまう。ある日本まさに窓際の男は死んでしまう。 いよいよ自分が窓際に移れると喜んだ男だが、窓の外にあったのは窓を覆う冷たいレンガの壁だった。すべては窓際の男が彼を楽しませるために作った作り話だったのだ。前述の通りインターネット上の都市伝説として知られているエピソードの一つでもある。窓際の男が苦しんでいるのを見て、もう片方の男はナースコールを発することをためらう。 結果的に、目論ろみ通り窓際の男は死んでしまう。結末は同じである。立石義雄のカーテンの向こうでは私、ヤコブ、ニコルの3人から話が展開され、最後にレンガの壁の真実を知るのは私である。2012年にアメリカ合衆国でインドブプロによって短編の映像化されている。ありがとうございます。